さあ、今日も優しく学習していきましょう。今日は生理学の呼吸の確認問題です。では、早速いきましょう。問題、休息時と呼吸時の胸郭の前後径は？答え、休息時拡大、呼吸時縮小。問題、休息時と呼吸時の胸郭内の容積は？答え、休息時拡大、呼吸時縮小。問題、休息時と呼吸時の肋骨の動きは？答え、休息時引き上げられる、呼吸時引き下げられる。問題、休息時と呼吸時の横隔膜の動きは？答え、休息時沈下、呼吸時挙上。問題、休息時と呼吸時の肺胞内圧は？答え、休息時陰圧、呼吸時陽圧。問題、休息時と呼吸時の胸膜腔内圧は？答え、休息時、呼吸時ともに陰圧。問題、安静時休息で働く筋は？答え、外肋間筋、横隔膜。問題、安静時補足で働く筋は？答え、外肋間筋と横隔膜が弛緩することによるもので、働く筋はない。問題、努力性休息時に働く筋は？答え、外肋間筋、横隔膜、胸鎖乳突筋、斜隔筋群、肋骨挙筋、大小胸筋、鎖骨下筋など。問題、努力性呼吸時に働く筋は？答え、内肋間筋、腹筋群。問題、最大吸気位から最大呼気位までの気量を何というか？答え、肺活量。問題、肺活量は何の和で表せるか？答え、一回換気量、予備呼気量、予備吸気量。問題、全排気量とは何と何を合わせたものか？答え、肺活量と残気量を合わせたもの。問題、一回換気量はどのくらいの量か？答え、約 0.5 リットル。問題、安静吸気の後、
さらに吸い込める空気の量を何というか。また、その量は、答え、予備吸気量。量は約2から3リットル。問題。安静呼気の後、さらに吐き出せる空気の量を何というか。また、その量は、答え、予備呼気量。その量は約1リットル。問題、残気量とは何のことで、またその量は、答え、気道と肺胞に残る空気の量。その量は約1から 1.5 リットル。問題、歯腔量とは何のことで、またその量は、答え、ガス交換に関与しない空気量。その量は約 0.15 リットル。問題、機能的残気量は何の和で表せるか。答え、予備呼気量、残気量。問題、肺胞換気量は何の差で表せるか。答え、1回換気量から歯腔量を引いて表せる。はい、今日の問題で何か課題は見つかりましたか。では引き続き国家試験の勉強頑張ってください。ではまた明日。